告発状を提出したのは、県内の有権者かな？有権者からなる市民グループです。告発状では、一昨年6月に広島市のホテルで開かれた岸田総理就任を祝う会について、総理の後援会が主催する政治資金パーティーだったとしています。また、岸田総理と総理の後援会の代表など4人が収益の一部を裏金にするために主催者を合同任意団体と偽って開催し。 政治資金規正法のののの告告知義務違反に当たた。るなどと訴えていまます。この日は県内の有権者人分の告発状を提出しし市民グループは今,度も今後も賛同者を募り今月末にも追加の告発状を提出したいとしています。